はい、大輝の器チャンネル奥田大輝です。本日はですね、前々からですねちょこちょこと言っています、新しい陶酔機、新しい水筋靴の水を落とすところがですね、ついにですね何種類かの試験で、量産を始めていますんで、そのことをですねお伝えしたいと思うんですけども、いろいろと、はい、また問題が発生してきました。それではどうぞ。はい、このように陶酔機を肩に入れてるんですけども、はい、全く抜けません。はい、全然肩抜けしません。はい、昨日押して丸1日置いているんですけども、全然抜けません。全然抜けないです。どうしたらいいんでしょう。はい、とりあえずあと1日伸ばしたいと思います。あと1日これ掘ってちょっと乾燥したいと思います。天気も悪かったんですけどね。ただね、まあ抜けないです。強引に抜いたら壊れます。どうするんだっていう話ですね。もうね、本当にね、一つ問題解決したら一つ問題が出てくるんでね、なかなか前に進まないんですけどね。もうちょっと頑張りたいと思います。はい、もう叩こうがこうですね、これも叩くんですかね、叩いてもですね一切離れません。離れる気配がございません。今までね、従来品でしたらね、なんとか離れるんですけども、新しいやつはですね、まあ調合の関係とかもあるんでしょう、離れません。はい、頑張りたいと思います。それではさようなら。